どもの五畳半放送部イエーイ、さあありがとうございます。慣れてなさすぎだろ。慣れてないわ段取りも何もあったもんじゃねえよ。ただぞーの五畳半放送部ね、番組名をね、新規一点ですよ、お気持ち新たに。いや俺でもね、玉造の五畳半フォークいいと思ってるよ。悪くないですよ。いいと思う。五、うん、畳半ってないらしいしよ。五畳半ないし、うん、なんかなんだろう、なんだかよくわかんなくていいな。お父さん今日ね、あのね、前髪が変なことになってるからどうしたどうした、前髪、前髪わかるかな、これどうしたの、なんかしてたの今まで。どういうこと、どういうこと、前髪が変だ、前髪が変ってどういうことよ。前髪変だから変だっつってんだよ。今までなんかやってたんですか。あ、今までね、実はホーク新刊肖像の配信ライブを最近さっきまでやってました。そうなんですよね。でね、いや、また上がってる、肖像の髪上がってるから、だんだん上がってるから、もうサンバイザーごと頭も上がって、おかしいだろそれ頭が上がんないですよ、3倍ずつ上がっても普通。そうなんだよ、ごめんごめん、上がってる上がってるっていうのはみんなとりあえず言ってくれ。ロレツも回ってねえな、いまいち。なぜかっていうと、泡盛飲んでるやりたい放題か。いやでも今日は玉造、はい、ジンクさんでやらせてもらってます。そうですね、浅草のジンクさんね、ジャズライブハウスでね、そう、雷のマン、雷門の、うん、雷のマンってなんだよ雷門ね、雷門の目の前のライブハウスでございます。そうですよ、ね、今日配信ライブ終わって、で今日はなんといっても、この配信される日は、311、そう、3月11日、あの、私とたまちゃんも東北出身なんですが、東日本大震災の、あの日ですね。ちょうど10年経ったっていう。だから去年もやらせてもらったんだよね、こういうふうに配信、ね、やってますね、その YouTube でね、僕らのね気持ちをね。だから本当にちっちゃいけどさ、俺とタマちゃんの思いの小ささはなしょうがない、いいんだけど、まあまあ、うん、でもちょっとずっと忘れないで僕ら やろうっていうね。そうですね、あのまあ2人でね、その浪江町だったり奈良行ったりもしましたけども、ツアーもしたいねなんて言いながら、なかなかねスケジュールも合わずに、そうな、コロナになったりしたよ。いや本当に行こうと思った、去年もマジ行こうって言ったよね、本当に行こうと思った、トークツアー初めてやろうぜって言った時に、あれだもんな、あコロナになったし、 COVID-19 だもんな、 COVID が、 COVID 来たな、来たわ、さすがに行けねえわだからさ、もう本当にあのなんていうのかな、震災の時はさ、僕らが東京住んでるとさ、そこ地震あったところ被災地って呼んだりさ、被災者の方々とかってさ、そういう言葉だったけど、このCOVIDの時はさ、日本どころ全世界が被災地みたいなことでさ被災地っていうか、だから全世界だから、ウイルスこれはもうな、そうなのよ、励ますのってもう俺も大変だしみたいな、もうあるそりゃそうですよ、その渦中にいるし、そうだよね、ただそうは言っても311のことはね、またね、その時のなんだろうな、僕もその思ったあの時も胸が締め付けられるような思いとかさ、そうね、っていうかあの、ね、僕らはもちろんでも東京にいたからあんまり分かってないけど、その、うん、ほらあの中村雅俊君だっけ、ああそうそう、あのあのナトリのミュージシャンね、そうそう、僕とタマちゃんでこのね、見てる方はタマちゃんの前の、タマゾの前のタマちゃんでやってる時に、うん、あのほら中村君と話した時にとかさ、そう、宮城県のねミュージシャン、そうそう、でなんかそういう地元に本当にいる人たちの すごさっていうかさ、そうだね、絶対にあのあれだ、いつも笑ってるからね、そうね、いつもニコニコして、そこから来る俺らみたいなも受け入れてくれてさ、よく来てくれたって言ってくれてさ、でもさタマちゃんさ、あれじゃん、偉いじゃん、そのあなたはちゃんと玉深夜として、うん、あのフォークシンガーの玉深夜としてその、うん、気仙沼とかさ、うん、石巻とかさ、いろいろライブ行ってたじゃん、うんうん、まあ、そうですね、うん、まあ縁もあったっていうのもあるけど、そのやりたいと思ったことをやっぱり あの時はね、うん、やろうっていうそういうなんかギア入れていったところもありましたけどね、まあ向こうからしたら俺が行ってそのお酒飲んでわっと騒いで迷惑をかけたかもしれないっていう思いもちょっとあったりするんですけど、どう見たら写真見たらみんな楽しそうだったよ、うん、だからまあ要はコロナがなければ今年だって去年だって言ってるわけでしょ、そうですね、去年ツアー行きたかったよね、うん、ね、だから、うん、あなたのその何だろう活動というかその東北で
やってるね、うん、活動をちょっと見て俺も一度はやってみたいなと本当思ってたんで、正蔵さん連れてったらみんな喜ぶと思うんだよ、ね、いやいや知らないだろうけど、でもなんか一緒に僕だって東北の人だから、うん、いやいや行きたかったんだよ、うん、配信フェスをねコロナ明けたらやればいいじゃないですか。そうね、コロナ明けたらやりましょう、うん、で東北でも東北のさ、その旅先から配信するとかさ、やりたいな、いいでしょ、やりたい。なぜかというと、うん、一度あのタマちゃんと浪江町とか行ったじゃん、行ったね、あれも配信やりたかったよ、あれね、みんな俺らの人でマジやってたもんね、だからあれも配信やれれば面白いじゃんそのためには1000人なんですって、あの登録者数、そうどこでもねやれるのもね、そうですよ、まだ200100人、うん、まだ100何人なんなんだろうね俺たちのこの感じ、でもいいよいいよ、まあいいよ楽しくやればね、いいよ、うん、ね、今日はだからそういうことだから一曲ずつ歌いましょうか。じゃあこれからねお互い一曲ずつ歌いますけども、うん、翔太さんの歌を歌っていうのはその 3.11 に対しての思いを曲にしてるわけですか、うん、これは どういう曲なんですか。この曲は、まあ、去年も歌わせてもらったんですけど、3月11日あの東北大震災がありまして、うん、あの未だにね、戻ってない方がいらっしゃる。いやいますよ、これがねやっぱり人中がないんですよ、2000人ぐらいまだは戻ってきてないんです。でも私たちは未だに待ってるんだと、うん、いやもう戻ってきてくれるんじゃないかと思って待ってるっていう話を聞いた時に、そうだなと思って僕は そこのなんかそこを想像して作りました。あの待ってる、ここで待つんだっていう思いで、作った曲です。待ってる、聴いてください。だけれどこの先がぼんやりで見当たらない、君のこと探してみたけれどいつの間にか違う場所に行ってしまったんだね。だけど何が正しいのかもう誰にもわからない。お日様は今日も昇ってゆく、昨日と同じ今日、今日と同じ明日はもう奇跡なんだね。
君が泣いてたこの場所で、君がいたこの場所で。衝動でございました。それでは僕も一曲歌いたいと思います、うん、翔さんはその2011年の3月11日はどちらにいらっしゃったんですか、うん、いや東京だったの。東京何してたの。自転車乗ってたの。自転車乗ってたの、うん、びっくりした。午後2時あれここ普通の舗装道路なのになんでこんなグニャグニャしてんのかなって思ってこの辺本当にそうなの。そうなのこの辺あれなんだあれ坂道だったかなんてそのぐらいぼんやりしてました、まあね、僕は。ごめんなさい。僕もあのラジオ局であったんですけども、うん、なんでその時にその宮城にいた、まあ、知り合いとか友達とかねいろんな人いたんですけど、うん、真っ先にね俺それが頭をよぎって、うん、なんか瞬間はねもう原発のことがもちろん梅雨にも思わなかったし思わないでしょ。だから瞬間思わなかった。津波のことなんかも一切思わなかったけども、とにかくその知り合いとかのことだけが心配だったの俺、うん、ですぐ近所のスーパー行って、うん、カップラーメンを買ってで段ボールを詰めてで送ったわけ。そしたらその黒猫山形と持ってったら、いや無理ですと。そうだね、あの時もう全部がそう道開通してませんからっつって、いやでもあれ腐らないんでお願いしますって、僕持っていけないんでっつって言ったら、その翌日にその送り先のその友達から物資が届いたの。え無理ですって言ったの。届いたんだ。届いてたの。だ相当やってたんですよ、その黒猫屋さんとか。お前相当圧力かけたんじゃねえか。いやいや俺でもあの時にさ、いやいやいや、なんかふざけんなよお前。悪いな悪いな、ニュアンスが悪いな。圧かけるってどういうこと。ダンボールとにかく持ってけって。それお前その顔ですげえ圧かけたんだよ。その顔に言われたくねえけど。いや違うんだよ。でもさあの時さ、うん、日本全国そういう多分気持ちだったような気がするんだよね。そうだね、うん、で、うん、後から見たんだけど、その瓦礫の中を、うん、あのちっちゃなさ黒猫大和の軽のトラックあるじゃないですか、うん、あれがポツッと走ってる写真を見た時に、うわあこれだと思って届けてくれたんだね。そんな、そうまさにこの写真の通り届けてくれたんだなと思って、うん、でその時の思いを歌にしたね。でもあなたの思いが伝わったその曲は、はい、いや良かったと思うよ。うん、その時の思い、あなたはただ大変だったのはその人たちじゃん、届けた人。そうですよ、お前ただ受付ってただ送ってくれたんだからな。お前俺はただお願いします。それを本当感謝込めて歌いなさい。わかりました。一緒にサビとか歌ってよ。サビだけな。それではいきましょうか、それでは聴いてください。魂や水フォークシンガー正蔵で、うん、ハンドトゥーハンド、ワン、ツー、スリー、フォー。有名な映画監督が海に向かって馬鹿野郎って叫ぶコマーシャルを見たとき、僕も真似してテレビに向かって少しだけ大きな声でバカ野郎って言った。自分の声の大きさにびっくりしたのか、恥ずかしくなったのかわからなかった。ああ戸田さん
れた道を行く宅急便のように、この形のない水のようなものを、DVD 君が借りてきた、忘れちゃいけないよねって君がいて、一人じゃ見れないから一緒に見ようって、始まってすぐに横ですすり泣く声、でも目をそらさずにずっと涙を流してる、そんな君を僕は信じる、ああ水平線の向こうに昇る夕日のように、この形のない交わるものを、ハンティーハー、愛だけを抱いてゆけ、手から手、街から街へ、どうから明日へ、愛だけを抱いてゆけ、抱いてゆけ、街から街へ、愛だけを抱いてゆけ、愛だけを抱いてゆけ、愛だけ愛だけ愛だけ抱いてゆけ。ありがとうございました。ハンツーハンドを聞いていただきましたね。まだまだまだね、復興の途中かもしれませんけども、まだまだですよ、うん、うん、ぜひみんな頑張ってるけどね、いつかこの僕らはたまちゃんと2人で東北ツアーをいつかやりたいと思ってるんで、ぜひね、行きましょうね、はい、皆さん大変でしょうけど、まあ、頑張っていきましょう。足台は結構ですので、泊まるところ家一部屋空いてるよとか、うち泊まっていいよっていう方は連絡ください。うわ、そういうの一番いいな。ライブしに行きますね。それいいな。直接書き込み欄に書いてください。うん、あ、それで客さん、じゃあ僕ら行きますんで。そこで行って、ちょっと泊まり歩いて。いいね。いや、そんなありがたいよ。正しいと思う。実際気仙沼そうですから、俺。あ、ぜひそれ行きたいと思います。ね、そうね。はい、以上ね、玉蔵の五畳半。五畳半奥、ね、今回特別編だね。そうですね、さて一日ね、はい、また次回はまた違う企画で、はい、お会いしたいと思います。以上、玉蔵の五畳半フォークでした。またね、チャンネル登録よろしくお願いします。